次は自身の勤める製薬会社が世間にひた隠しにする裏の顔に両親が耐えられなくなったという会社員愛氏が会社を告発するために持ち出した映像である。この会社では新薬開発のための人体実験で被験者が身体に障害を持つ事態になったり最悪命を落とすといった事故が頻発していた。このような事故が起きても内々に処理してしまう会社の姿勢に人命を軽んじているような恐ろしさを感じ、両親の呵責に耐えられなくなった愛氏は長らく勤めた会社を告発する覚悟を固めた。これは今まで公にされることは決してなかった某製薬会社の人体実験被験室に設置されたカメラの映像である。投薬の結果なのだろうか、腕が壊死したかのように青くただれ苦悶する男の姿が映っている。愛氏が持ち出しに成功した映像を確認すると、画面に思わぬものが映っているのを発見した。お分かりいただけたであろうか、部屋の奥、床の上で、もだえる男の姿を。
この映像を見た愛氏は告発を忘れ、現在ノイローゼで都内の病院に入院しているという。